ていく、まあ、一番の震源のところがどこなのかっていうところをやっぱりもう一回その市民の皆さんと話し合いさせていただく中で、自分自身も感じ取りたいと、改めて感じ取りたいと思ってますし、その不安を払拭するために、まあ、どんなこういったところは、まあ、もう一つの要素としてその耐震改修の要素もあるわけですね。今でさえその必ずしも安全だと言い切れない姿勢をずっとほったらかしにしていることにもつながっていくと思いますので、まあ、まずはこの選挙戦を通じてですね、しっかりとそのご不安の点はどこにあるのか、でその点を払拭するためにはそれに対するご支援をするとこういうこと、それが一点ですね。でもう一点は、あらかじめその行政内研究機関がテーマ設定をして、まあ、大きなその方向感を持ったそのプロジェクトを作り上げていこうと。で現段階で今進行中なのがその小型の風力発電をその3条オリエンテッドで作っていきましょうということで進めているわけですけれども、まあ、こうしたプロジェクト的な誘導方法で、そして3点目が今まさに現在進行中なんですけれども、まあ、私どもの予算としてはかなり踏み込んだと思ってるんですが、1500万円上限で補助率5分の4を3年間保証しますと、それに加えて金融支援もワンセットです。合わせて、経済産業省、長岡理科大、新潟大学と、関係の支援機関が人的支援をしていきますというパッケージの総合トータルパッケージとしての支援策を通じて、その3条にもう一つ、幹が欲しい。つまりその、まあ、会長の前で大変失礼なんですけれども、やっぱりリーマンショック以降 その3条を見たときにですね、自動車関連産業すごく重要なんですけれども、ややもすれば自動車関連産業が偏りがちになっているその産業基盤構造が、まあ、否定できない、対抗馬を用意するようなことがございますけれども、うん、この現状どのようにご覧になっているでしょうか。なんて言ってですね、まずこうや私どもが3年間かけてですね、ずっと小中一貫教育とは何ぞやで、これから進めていこうとする一体校の、動きはこうなりますよ、スケジュールはこうですよ、3年かけて訴えてきたものよりもはるかなるスピードでこの2ヶ月間の間にその三条市民に小中一貫教育とは何ぞや、どうもその一中学と二中学で一体校を建設するらしいぞ、25年4月にはそれ開校を目指して頑張ってるらしいぞということが伝わったっていうのはものすごくありがたいことなんですね。ですのでその今 の, そのこういうふうに関心を持っていただいていることそのものは私は歓迎したいと思うんです。でそれと選挙っていうのはまた違うと私は思っていて、私がその過去の4年間、それから小中一貫も含めたこれから先の4年間を